クラッシュ139クルーザー級の一戦、今日の第2試合です。両者が向かい合います。星龍之介と中平拓実、山川さんは中平注目してるんですね。同世代なんでね、やっぱりあの40代いけるっていうのを見せてほしいですね。まず山川さんが同世代ということに驚きました。私40代で、でも本当体が大きいですよね、お二人とも大きな二人です、ね、186センチ赤のトランクス中平拓実、そして182センチ青のグローブ星龍之介です。石川さん、星はまずこの極真空手の実績素晴らしいですね、はい、世界6位、そうですね、はい、すごいですよね。中平先生は空手出身で、もう2人の年齢差が20歳なんですよね。で、中平先生僕と同い年なんですよ。でちょっとね、あの親しくさせてもらってることもあって、はい、いろいろ話をすることあるんですけど、今が一番強くなってると、まだまだ強くなれる可能性がまだあるから今ワクワクしてますっていうコメントを残してくれてる。そうですか。ただ今回の相手は強敵ですよねっていうふうに言ってましたね。当たり前ですけど、この星選手のね K1 グループデビュー戦圧巻でしたから ね、 ね、まさに一撃でしたからね。ルイを KO しました。重いパンチでした。インパクトありましたもんね、はい、これで終わっちゃうのってぐらいのね、強さでしたからね、重い一撃ワンツー、そしてローキック下段蹴りです。まあこれはね、空手で重い蹴りというのは中井でも散々食らってることでしょうけれども、また一味違うかもしれない、はい、また違いますからね、下段です。中平選手もね、あの勝利が全て KO、 KO というね、 KO 率が高いファイターなんですけどね、蹴り技足技が強いファイターですね。左重い蹴り、さあ格闘技マニアの佐々木大蔵選手、はい、こういう戦い方どうですか。そうですね、中平選手は細かい攻撃、あの足技が結構目立ってるので、はい、ね、皆さんも気づいた。あ、来たー、重い一撃終わったー、また一撃 KO。 拳が硬いんですね、拳選手。いや、効いてますね、これまだ立てません。中平左の拳でした。いや、重い一撃、この筋骨隆々の体から繰り出した拳です。前回のルイ選手と同じようにですね、本当に一撃でしたね。いや、こういうパンチが、パンチというよりもなんか拳を押し付けるような ね、 そうですね、はい、見ていきましょう。この左ミドル捉えて、あ、この左、別角度から、うわー、切ってますね。大東選手どうですか。いや、そうですね、でもこの左フック打つ時も逆手をしっかりと意識した状態でパンチも打ってるので、相当そういった部分も、練習してきているので、あ、練習の賜物だなっていう風な、ね、パワーだけじゃないなって思いましたね、はい、さあ星龍之介のマイク聞きましょう。こんばんは、パワーオブドリームの星龍之介です。応援ありがとうございました。今回プロ2戦目でまだまだ自分は、経験が浅いんで、これからもっとどんどん、このクルーザー級重量級、頭角を現せるように頑張っていくんで、今後、応援よろしくお願いします。次4試合目に、同じチームの石田が試合するんで、それも注目してください。ありがとうございました。石川さん、彼も高成績ですね。そうですね、やっぱり空手出身でパワーオブドリームの、ね、選手ですからね、いやー、もう今まだ2戦、はい、穴がないですね。穴が見えない。この2連続 KO で底知れぬ強さを見せています。